ジブチにて、作戦中の全哨狙撃兵チーム観測及び目標、補足招待は、アメリカ海兵隊の不評代隊司令部、中隊自家族の偵察部隊。アメリカ海兵隊の不評代隊司令部中隊直属の偵察部隊で、各部隊は、連隊と代隊の番号を付加して区別されている。連隊付きの偵察招待で、霊下の代隊の目として活動する。 全哨狙撃兵と観測手の2名で構成された、いくつかの班と、それを指揮する下級士官1名で一個招待として構成される。また、2から3班分の管理は上級下士官によって行われる。STA 隊員は、海兵偵察大隊、または連隊出身者から編成される。しかし、大隊出身者と連隊出身者で非常に仲が悪かった。理由としては、 連帯出身者は連帯司令部や拡大隊と関係が深いが、偵察大隊出身者はあくまでも大隊から分権した隊員として振る舞ったためである。そのため、1994年に参考あった偵察大隊は核連隊の圧力と軍縮政策で解散された。ただし、1999年からは順次再編されている。ありがとうございます。